うわ、悪魔がいる。こんにちは、テイストジャパンプロデューサーの大輝です。今日はアメリカに10年以上住んでいるテイスティープロデューサーのリエさんに来てもらい、悪魔的美味しさで今日本中で話題になっている悪魔のおにぎりを作ってもらいます。ちなみにリエさんは悪魔のおにぎりを見たことも食べたこともありません。名前を聞いただけで一体どんな悪魔のおにぎりが出来上がるんでしょうか。こんにちはテイスティープロデューサーのリエです。では、はい、レシピがこの中に入っています。はい、悪魔のおにぎり知ってます？知らない。ちなみに日本中で、うんうん、みんな知ってます。日本中で、うん、なんか聞いて思い浮かぶものあります？悪魔といえば角ですね。カロリーが高そうかなっていう、合ってるかな。すごい笑顔作ります。買い物に行ってきますいらない買い物から帰ってきました。焼き海苔、卵、エビ、鶏のもも肉、生姜、ニンニク、片栗粉で、あとはおにぎりには欠かせないご飯書いてあります。じゃあ今から悪魔のおにぎり作っていきます。まず最初に唐揚げを作ろうと思って、悪魔ということでカロリーが高いだろうと思って、でもなんかちょっと思ったのは悪魔でしょ、辛いのかなとか思って、でも辛いもの何も買ってこなかったんだよな。違っても美味しければいいんでしょ、だってで、今生姜をおろして鶏肉を漬け込んでいこうという感じですかね。今アメリカでもね、なんかあの特に LA はですね、日本の食材が簡単に手に入るので困ったことはないんだけれども、悪魔のおにぎりは見たことがない。今すごい浦島太郎な気分。これ塩、はい、砂糖みたいなお塩ですね。なんかあのアメリカのお砂糖ってグラニュー糖だから、これ多分砂糖に入の壺に入ってたら私砂糖だと思っちゃう。わ、すごいサラサラで、揉みます。ASMR。 じゃあ次、天ぷら。悪魔誰がつけたんですか？誰がつけたの？悪魔って料理師の人がいて、うん、その人が考えたりして。へえ、やっぱり寒いから高くなるように、寒いからカロリーが取れるように背わたを取っていきます。エビの尻尾をちょっと切って、汚れみたいなのを取ると、天ぷらするときに油が跳ねない。もうエビがですね、ニョキッと角みたいに出てて、おにぎりが顔になってるっていうのが私のイメージなんですけど、でも南極でさ、そこまでやる？きっと間違いなんだなっていう自信がなくなってきてましたね。衣を作っていきます。衣を作るのに冷たい水を使うのは、温度が高いとグルテンが形成をしてしまうので天ぷらがサクサクにならない。で、卵と水を混ぜて3回に分けて入れます。で、これもやっぱりあの混ぜすぎるとあまりこうサクサクしたのにならないので、ダマができる程度で大丈夫です。混ぜていきます。あ、今こうやって手でやってるのは、衣をこういうふうに花を咲かせる、これいい感じ。うわっ、ちょっとびっくり、爆発した。お、見て、おー、あ、もう胸焼けしてきた。うわっ、怖い、悪魔がいるじゃあおにぎり作っていきます。ご飯広げて、唐揚げとエビラップが負けない、だって角が出てるから。可愛くない？これ悪魔ってさ、どんな顔してる？怒ってるかな目悪魔って牙生えてる？牙ってドラキュラ？悪魔見たことないからわかんない
できた。どうですか、悪魔のおにぎりできました。南極の皆さん合ってますか。私の悪魔のおにぎり。おお、合ってる合ってない、悪魔っぽい。うん、なんかあの姉さんの怒り。怒ってないよ。かわいい。ありがとう。かわいいよね。かわいい、怖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 い、かわいい。これでも完成度高いですね。え、もし私正解だったら何くれるの。え。いいですか。うん、こちらが悪魔のおにぎりです。え、どこが悪魔なんだろう。え、惜しくない、これ。だって天かす入ってるよ。天ぷら入ってるのはごま油、天かす、天つゆ入り混ぜご飯、青さ。どこが悪魔ですか。あ、怒ってる。怒ってないよ。なんで悪魔なのかなと思って、角も生えてないし。悪魔的やみつきになる美味しさのおにぎり。じゃあカロリーは関係なかったか。いただきます。やめとけ、美味しい。じゃあ私の悪魔のおにぎり食べてみてください。あ、すごい、ずっしり。重量が違うでしょ。悪魔的 な重さ、重さ。食べてみて。いただきます。なんか怖い。うん、悪魔が悪魔になってる気がする。大輝くんが悪魔です。悪魔です。うん、悪魔でしかない。悪魔でしかない。じゃあこれを売ろうよ、悪魔でしかないおにぎり。ってどうでしょうか。あれ、尻尾食べるの。食べていいけどさ、尻尾食べる。いや、悪魔的に食べたら美味しくなって。尻尾美味しいです。美味しいけどびっくりしちゃった、ちょっと。